明けましておめでとうございます。2018年もよろしくお願いします。どうもこんにちは、しゅんじです。これが2018年1本目の動画になるんですが、元旦の日にね発売になりました。トミカ一つ目、イオンオリジナルの、第36弾ホンダ S660 とトイザラスオリジナルの、86レーシングシリーズトランスポーターですね。こちらの2台を買ってきたので、こちらの方をご紹介したいと思います。まずはじめにイオンオリジナルから見ていこうと思うんですが、 S660 もいろんな種類が出ましたよね。これはオープンカーセレクションの S660 ですね。これはガンメタですね。イオンオリジナルでこんなのも出てましたね。第32弾の時にホンダ S660 出てましたね。そういえばこれはかなり派手派手なカラーのやつですね。こんな派手派手なね、歌舞伎みたいなカラーリングのね、S660 出てましたね。あとね、僕これどこでゲットしたかな、トミカ博とかでしたかね。なんかゲームでゲットした記憶があるんですよね。じゃじゃん。金メッキバージョンの S660 です。こんな感じのもう出てました。出てはないですね。ゲットしましたね。ゴールドバージョン。かっこいい。ホイールがね、スポーツタイプなのがいいですよね。あともしかしたらね、他にも何種類か持ってたかもしれないんですけど、どこに置いてるのかちょっとわかんないんですよね。それでは今回発売されたイオン第36弾、ホンダ S660、S660 ベータ特別使用車木漏れ日エディション第45回東京モーターショー2017展示車両の方を見ていきたいと思います。実車でね、ベータ以外にアルファっていうのがあって、それの方がグレード的には上なんですが、これがねどれぐらいのグレードになるのかちょっとね僕わからないんですよね。はい、箱の横はこんな感じになってますね。さあ出して見ていきます。じゃ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 ーん。はい、出てきました。カラーの方はこれねソリッドかなって思ったらパールが入ってますね。白色なんですがちょっとね黄身っぽい、ホワイトになってます。はい、フロントこんな感じでね、ヘッドライトのところがペイントされてて、グリルは黒色になってますね。はい、横はこちら。ホイールはスポーツタイプのホイールに、メッキがね一周くるっと巻かれてます。はい、後ろはこんな感じになってて、テールレンズが綺麗にペイントされてるのと、マフラーですかね、これセンター出しのマフラーになってます。反対側のサイドはこんな感じになってますね。上から見るとこちらで、お、すごい室内がおしゃれですね。ブラウン色、シートがブラウン色で、インパネ類は黒色になってますね。はい、最後、底面はこんな感じになってます。アクションにサスペンション機能がついてます。32段のホンダ S660 と比べるとね、こんな感じになってますね。カラーリングはね当然違うんですが、あとはね特に形状なんかは同じですね。カラーリングが違うくらいでしょうか。後ろも同じですよね。今回の第36弾の方が室内はねカラーリングちょっとねおしゃれな感じになってます。こうシートのね色が違うだけですごいねなんか手が加えられたような感じになってていいですね。おしゃれでかっこいいです。はい、まず1台目はホンダ S660 でした。2台目、トイザラスオリジナルトヨタ86レーシングシリーズトランスポーターを見ていきます。箱の方はこんな感じ。おー、かっこいいですね。アクションに、本体取り外し左右可動後部パネル開閉機能がついてますね。はい、横はこんな感じになってます。それでは出してみていきます。じゃ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 ーん、じゃじゃーん。かっこいい。かっこいいですね。運転席部分は黒色のソリッドに、後ろの方だけ、少しね、赤色の、プリントがされてますね。はい、前から見るとこんな感じ。ウィンカーヘッドライトの部分が、ペイントされてて、グリルのところもね、シルバーにペイントされてますね。かっこいい。はい、反対側の横から見るとこんな感じで、後ろの荷台の部分ですね。これがすごい。一番前がね、シルバー。
アルミ缶全開の、塗装がされてて、横には大きなトヨタの文字と86レーシングシリーズと書かれてます。あとねタイヤがいっぱいありますね、1,2,3,3つもねついてます。はい、後ろはこんな感じで、テールレンズがねちょんちょんとペイントされてて、反対側のサイドはねこんな感じになってます。はい、上から見るとこんな感じで真っ白欠形になって、ちょっと珍しいですね。はい、底面はね、こんな感じになってます。アクションの方なんですが、左右ここがね稼働するのと、本体取り外しの前にくるんと回して、後ろのね後部パネル開閉機能がついてます。いつものことなんですが、こんな感じで開くようになっていて、おー中広い。はい、閉めてくるんと回して、次にね本体取り外し、ちょっと回しながら上に持ち上げるとパカッと取れるようになってます。元に戻すときはこの出っ張りの向きを確認しながらね差し込んだら、もう一度ねセットすることができます。2代目トイザラスオリジナルトヨタ86レーシングシリーズトランスポーターでした。はい、今回は2018年1本目の動画、元旦の日に発売されましたこちらの2台をご紹介したんですが、あとね元旦の日はですね、トミカショップヘリコプターが発売されてたのと、あとイトーヨーカドーさんのオリジナルトミカも発売されてましたね。あれちょっとね僕まだゲットできてないんですよね。またそちらのトミカゲットできれば、ご紹介したいなと思います。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。